はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンプレなんですけども、今日はですね、性能徹底研究シリーズちょやっていこうかなと思うんですけども、てかそんなシリーズないんですけどもね、今適当に言ったんですけども、何かしらの性能をとりあえず、徹底的に追求するというコーナーになってます。よしやすというわけで、極っていく性能は、こちらというわけで、与えるダメージアップですね。皆さんこれマジで思ってない？この2人どっちの方が強いねんっていう、これはもうリリース日初日から言われている、まあファンパレの議題の一つなんですよ。これで論文かけて説明できたらノーベル賞受賞と言われてるんですけども、今日はねそのノーベル賞僕が取っていこうかなと思うんですけども、このナナミンと西宮両方とも SR キャラなんですけども、このグラさんに関しては、ジロク20消費して自身に与えるダメージ 41.8% アップ、4ターンと、自分以外の味方全体に与えるダメージ 31.4% アップ、4ターンというわけで、まあナナミンに関しては4ターンのバフという、ここの強みですね。お次西宮に関してはジロク20消費して味方全体に当たるダメージ 62.7% アップ付与2ターン1回と、自身に会心状態付与1ターン1回というわけで、ターンも短いし回数指定もあるんですけども、62.7% というバカみたいな数値誇るというこれなんですよ、これ1剣西宮の方が強そうなんですよね。数値がバグってるから。ただしかしターン指定が、ターンも短いし、回数指定もあるし、それやったらナナミンの方が強いんじゃない？ 4 ターンと思いきや、ナナミンに関しては 31% アップ。西宮よりも半分ぐらいの数値。ただしかし4ターン続く。これどっちの方が強いねんっていう。これについて今日は徹底的に追求していこうかなと思うんですけども、まあ、というか、まあ、もう結論出てんねんけど、どっちの方が強いかっていう、まあ、その結論、どっちの方が強いとかないですね、これは。どっちも使えるというか、使う場所が違うんですよね。言うたら同じ土俵では戦えないキャラたちなんですよ。与えるダメージアップという、まあ、でかいくくるには入ってんねんけど、細かく見たら使い方が違うっていうキャラなんですよね。まあ、ナナミンに関しては長期戦、西宮に関しては短期戦の、キャラたちなんです。だから、どっちを好むかですね。バトルスタイル、短期決戦でバカほどっていうパターンか、もう2ターンとか3ターンぐらいで勝負決めきるタイプなんか、ちょっと長い時間かけて、勝負決めるっていうどっちかですね。まあ、もののごとく西宮さん2ターンだけなんでバフが、それはナナミンと一緒の土俵で戦ったら弱いんですけども、まあただしかしナナミンに関しては4ターンバフ続くんで、ワンチャン西宮さんの土俵に行ったら戦えんこともないけども、バフの数値がバグってるっていう状況ではあるんですよね。ただ長い目で見たら、まあこと僕の好みではあるんですけど、僕はナナミンの方をよく使うんで、4ターンとバフの数値も、長いんで、ほんで西宮さんに関しては回数指定があるんでね、ここがちょっと難点ではあるんですけども、というわけでちょっと、実際に使って検証していこうかなと思うんですけども、どこでやろうかな、まあ、適当にこのクソダンジョンでやりましょうかね。夜属性なんで、まあ、適当に、そうやな、まあ、板取りあたりでよろしいかな。はいと、まあ、こんな感じでちょっとやってみようかなと思うんですけども、はいと、まず、ナナミンパターン。ですね、ナナミンバフ4ターン続くんで4回重ね掛けすることができるんですよ。そこがナナミンの強みですね。まず1回目、まず1回目ブチンほど、決めていきまして、はい、まあ、火力はまあ関係ないんですけども、これで、31.4% アップ、これ詰めました。2回目ですね、2回目積むことによって、またさらにプラスされて、今現在なんぼでしょうか、 31.4×2 なんで 62.8% アップですね。またさらにここでバフ積んで、62.8 足す 31.4 なんで、94. あ、これちゃうわ、こっちか、94.2 か、
94.2 です。はい、1ターン目 31.4% アップ、2ターン目 62.8% アップ、3ターン目 94.2% アップ、積むことができました。はい、数字出てきてややこしいんですが、数字ばっかでね、この数字めっちゃ重要なんで、はい、メモ取ってほしいなと思うんですけども、そんでもって4ターン目なんで発動できんねん、ボケーボケーな。この検証で呪録消費で出せへんっての一番冷めんねん、ナナミンよ、やめてくれそれは。まあ、ただしかし、ここで打った場合、4ターン目なので、94.2 に 31.4 プラスして、123.6 かな、 123.6% アップ詰めました。はい、最高数値が120なんぼ？それ覚えといて。うん。さっき言った僕の数字覚えといてや、皆さん。うん。お次。ちょっとほうきで試してみようかなと思うんですけども。ほうきに関してはクソ短期石鹸マンなんで、もうね、2ターン目で最高数値迎えるんですよ。ただしかし、このほうきの欠点は、回数指定があること。なんですよ。だから、さっきのナナミンみたいに、ここ、イタドリが殴ってしまった場合、ここね、このほうきでバフした後、イタドリでブチン殴ってしまった場合、火力が消えてしまうんですよ。ここが最大の弱点ですね。だから西宮使う際は殴らずに、バフとかいう選択を取らないと最高数値を出すことができないんですよ。まあそれでも1回あたり 62% なんで、まあでかいんであれなんですけども、最大打点は出すことができないんですよね。うん。まあただしかし、これ重ね掛け、ここでもう一杯打った場合、これ 62.7×2 なんで、125.4 ですね。125.4% アップかな？うん。そうですわ。はい。125.4% アップがこの西宮の最高打点となりました。さっきのナナミンが、バフの最高打点何パーセントや？31.4×4 なんで、125.6 なんですよ。ナナミンの最高数値が、はい、結論出ましたね。ナナミンが 125.6、 西宮が 125.4、 これ 0.2% ナナミンの方が高いんですよ、これね。はい、まあこれ多分レベルにもよるかな、これちょ分からへんねんけど、まあとりあえずナナミンの方が、打点が高いということが分かりました。はい、 0.2% だけね、これ多分一定のレベルによるかな、多分これ一定のレベルによるのではないかなと思うんですよ。これもしレベル7やった場合、レベル7やった場合 1.5% マイナスなんで、これ 29.9 か、 29.9 やな。29.9×4 ってなんぼや、なんなんこの計算、クソめんどくさい。119.6% ですね。はい、暗算と思いきや電卓弾いたんですけども、レベル7状態のナナミン最高数値 119.6 ですね。西宮のレベル7状態が今から 3% マイナなんで 59.7 ですね。59.7、かける2なんで 119.4。 ナナミンが 119.9 なんで、この時点で開きが出とるわ。なるほど。じゃあこれ多分レベル低ければ低いほどナナミンの方が火力高いな。そうなんや。なるほどなるほど。じゃあ、これレベル9から上の場合、これね、徹底性能攻略 TV なんで、これレベル9から上の場合ね、ナナミンがレベル9の場合、32.9% アップ
なんで 32.9 かける4なんで 131.6、 レベル9ナナミン最高打点が 131.6 ですね。お次西宮が、65.7 なんで 65.7 かける2なんで 131.4 131.4 か、131.4 やろ。ナナミンなんぼやった、ナナミンなんぼやった、ナナミン 131.6 か。え、じゃあレベル9状態でもナナミンの方が上なんや。じゃあこれレベル10状態でも一緒か。あら、完全に結論が出ましたねあ、そうか、レベルの差は関係ないんか。っていうことはどのレベルにしてもナナミンの方が火力高いということが分かりましたね。最高打点が高いということが、分かりました。はい、まずバフの数値だけ見たらナナミンの方が強いです。はい、僕それ知らんかったわ。もうなんだかんだ西宮の方が火力高いかなとか思ったんですけども、ナナミンの方が最高打点は出るんですね。 0.2 というビビたるもんではあるんですけども、ただ、高いのは高いんでナナミンの方がバフが高いということが分かりました。はい、この結果だけ見たらナナミンの方が強いんちゃうんと思うんですけども、やっぱりターンですね。ナナミンは、バフ最強になるには4ターンかかるんですよ。4ターンかかるというその遅延をどう取るかですね。こと西宮さんに関しては最高記録のナナミンの 0.2% 低いんですけども、2ターンでそれが慣れるという、ここをどう取るかですね。ただしかし西宮さんは、この回数指定があるんで殴ったら意味がないんですよ。だから一旦何かしで温存する必要があるんですよね。ということはつまりこういう板取りみたいなバフを打てるキャラと一緒に使わないと最高打点を出すことができないんですよ。だから乙骨、乙骨は全部殴る系なんで、乙骨と一緒に使った場合最高打点を出すことができないんですよ。で、この西宮さんの回数指定は与えるダメージアップなんですよね。これ矜持と違って術式系体術系両方ともに反映されるんですよ。この矜持使った場合、術式2回回数してあんねんけど、体術スキルを打った場合この回数あのが減らないんですよね。2回のまんまなんですよ。だからなんか術式無限回転できるみたいなムーブができるんですけども、このこと西宮さんに関しては術式体術、両方ともに与えるダメージアップは恩恵がありますんで、この西宮さん打った後に乙骨なに、あの何がし、かつられてるよりよりやりまではいい、バフがね、なんてしまうんですよ。あ、深夜2時眠い目こすっているという、これね黙ってたんですけども、はい、なんか数字いっぱい出てきてな、天なんぼの計算とかしてキャパオーバーなったわ皆さんもね今日寝る前にさ、4桁の小数点ありの4桁の数字をさ20回ぐらい計算で電卓弾いてやってみて、うん、キャパオーバーして一瞬で寝れるわ、うん、僕この動画撮った後もこのまま寝れんもん。 ありがとうございましたって言ったらこのまま寝れんもん。パソコンとかつけたまんまでこのまま寝れる、頭を使ったからね。これ今バフが取れたんですよ。はい、今乙骨体術スキルを打ちました。はい、次術式スキル、打ってみようかなと思うんですよ。はい、術式スキルでも与えるダメージアップには、はい、もののごとく、恩恵ありますんで、この呪言で死ね言うたかて、ほんまにバフも死んでしまうという、これです。はい、これが西宮の徹底的な欠点なんですよ。だから僕は、普段から西宮を使ってません。回数指定あるんでめんどくさいし、バフいちいちそのやる前に
なんか何がしのやつでいなさなあかんっていうで、使えへんキャラも出てくるから、それやったらナナミンの、バフでずっとバフ打っといた方が強いという結論に至りましたんで、僕は西宮よりナナミンを使うことの方が圧倒的に多いです。はい、だから、西宮の、レベルも86やし、まあグレードは9なんですけども、他スキルも、弱いです。はい、今日のために、レベル8、これナナミンに合わせてレベル上げしたんですけども、今まで僕こいつレベル6やったんで、っていうぐらい育成してへんぐらい僕は西宮使ってません。はい、まあただね、人によってはナナミンの方が使うっていう人もいるし、西宮の方が使うっていう人もいるし、こと西宮に関してはこういう乙骨みたいな全スキル攻撃っていう、あと誰がいる、あとゲトーとか、まあ探せばめっちゃいるんですけども、この、マキさんとか、まあその辺のね、キャラたちはいるんですけども、まあ今大人気中の紫、この紫五条先生は、こういう攻撃手段がないスキルを持ってますし、この赤五条先生も、攻撃しないスキルを持ってますんで、なんだかんだ、西宮も使えます。はい、ただしかし回数してありますんで、殴ってばっかじゃバフ途切れるというのをまあ言いたいかなと思いますね。ほんでナナミン使う場合は、まあ大体1ターン目からアホほどバフ積んでっていうムーブをやるんですよ。ここもまたね、計算に入るんですけども、これトータルして最大打点はナナミンの方が強いということが分かったと、これね、これ分かったとなるんですけども、これトータルのバフ、まあどんだけダメージが入るかっていうことなんですよ。まあどんだけのバフが入るかっていうことなんですよね。これどういうことかというと、西宮さんは、まあこんな感じでアホほど殴れば殴るほどっていうキャラなんですよ。だから1ターン目で殴ってしまった場合、この、かけたバフが切れてしまうんで、4回かけた場合、4回とも殴った場合、これ 62.7×4 っていう計算になるんですよ。まあその前に4ターン目の前に、殴らんかったとしても、まあ、あんま関係ないんで 62.7×4 なんですよね。 62.7×4 ってなんぼですか、これちょっと計算しようかなと思うんですけども、まあとりあえず西宮さんはターン数も短いんで、あんまりバフが持続しないんですよ。 62.7×4 なんで 250.8% アップ、4ターンの合計 250.8% アップなんですよね。かつナナミンに関しては、ナナミンに関しては、これ回数指定ないターン制なんで、バフが引き継がれていくんですよ。だからこれ4ターンって聞いたら 31.4 を4回打つということになりますんで、まあ、120ぐらいの弱いんちゃうんって思いきや、これ回数指定ないんでバフ全部受け継がれていくんですよね。だからつまり31.4 最初に打つでしょ、 31.4 最初に打って、次まあもう一回 31.4、打って、ほんで次もう一回 31.4 打つ場合、これ今までのバフもプラスされているんで、どういう意味、もうこの動画ここまで見てくれてる人もうようわからんやろ。何かようわからん、僕もわからへんもん。深夜2時ぐらいに動画撮ってますって、漫談始まったぐらいからもうようわからんやろ。僕もようわからへんわ。何も頭よくわからんじゃ、頭ぐっちゃぐじゃね。頭って大体さ、なんか卵焼き、目玉焼きみたいなイメージがあるんだけど、僕今頭の中スクランブルエッグやもん。もうぐっちゃぐちゃ。とりあえず結論、まあ、もう結論いきましょう。はい、もう結論いきますと、最高打点はナナミンの方が、バフが入るという
結論に至りました。はい、まあただしかし即効性あるんは、西宮さんですし、まあ持続性あるのはななみんなんで、まあ人によってここはまあ使い方はまああれかなという状況かなと思いますね。はい、まあというわけで、まあ一番最後に2人の最適の使い方を伝授していこうかなと思うんですけども、まずはななみんはとりあえず脳死でバフ打っといたらええねん、脳死でバフ打っといたらええねん精神で頑張ってほしいなと思うんですけども、西宮さんに関してはターン指定がありますんで、まあ、こういう、なんていうのバフ攻撃しないスキルを持ってるキャラたちと使うっていうことが、まず最前提ではあんねんけど、まずここでバフ積んで、ここでこうやって殴らんと、西宮さんはずっとバフ打つで、火力のキャラは殴らない殴る殴らない殴るを繰り返しといたら最大打点出まくるんですよ。はい、なので、ここ、62.7 プラスされてる状態で、さらに、ここで西宮さんの火力が入りますんで、もう2ターン目でこの 125.4 これが入るんですよね。ここで恐ろしいことに、ななみんは今現在まだ 60% ぐらいなんですよね。だから速攻性は半端ないですわ。ほんで、西宮さんで、またさらにここ、こうやった場合、もう一回殴らないよ選択するんですよ。そうした場合、4ターン目の状態で 125.4×2 を堪能することができるんですよね。っていう、まあ、これが西宮さんと、まあ、一緒に使って一番強い使い方ちゃうかなと思う。殴らない殴る殴らない殴るを繰り返すですね。これだけ見たらねバフ結構入るんで強いんですけども、まあやっぱりちょっと殴らないとかいう、ターンが出てくるし、まあちょっとそういうことを考えたら、まあ、テンポロスにもなってしまうし、まあ火力は出るんですけどもっていう感じなんで、まあそこをどう取るかですね。ずっと殴っていきたいタイプなんか、まあ殴らないターンもあっていいんじゃないかって思うタイプかってここですわな。うん、僕は結構ずっと殴っておきたいタイプなんでナナミン使ってんねんけど、まあそこは皆さんにお任せしますわ。はい、っていうわけで、なんかようわからんかったから誰かのコメントでまとめてくれ。